皆さんこんにちは、書道家の三田大河です。今回の動画は赤色のペンを比較してみたです。イエイ。はい、ということでかなりシンプルなタイトルなんですけれども、ズバリ今回は赤ペンを比較していきたいと思います。私はですね、普段書道の先生、ペン字の先生をしているので赤ペンを使う機会というのはかなりありますし、赤ペンで文字を書くということもかなりあります。ですが皆様が赤ペンを使う機会はなかなかないという方が多いとは思うんですけれども、今回はですね、私自身普段使っている赤ペン複数あるんですが、それらを活用してですね、皆様に赤ペンもこんなに違うんだよと、インクの種類、芯の太さ、それらによってここまで変わるんだよというところをお届けしていけたらなと思います。皆様のですね、暇つぶしがてら見ていただける、そのような動画にしていきたいなと思いますので、今回ぜひ最後まで楽しんで見ていってください。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関することお役立ち情報を配信しております。まだチャンネル登録してないよという方はこの動画を最後までご覧いただいて、役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけますと嬉しいです。それでは早速実際に書いて違いを見ていただけたらと思います。それでは早速ボールペンナンバーワン決定戦、赤ペン 0.7 ミリ編をスタートしていきたいと思います。今回のルールというかやり方を説明していきたいと思います。まずですね、油性、ゲルインク、エマルジョン、水性、その他という形でそれぞれボールペンをご用意しています。そのボールペンの紹介および書き味というものをこれから比較していきます。比較する際にはくるくると回る線、それからですね、文字を一つ書いてそれぞれの書き味とかをお話ししながら進めていき、最終的にはナンバーワンを決めていく、そのような形をしたいと思います。そしてそれぞれの特徴的な部分、例えば速乾性があるよとか、いろんな突出した部分があると思います。そのあたりもですね、比較をしながらちょっとずつこう触っていければなと思っておりますので、合わせてご覧ください。そして今回ですね、この5つに分けてる理由なんですけれども、一つ一つもちろん全部見ていただけるのが非常に嬉しいんですが、油性だけ気になるよとか、エマルジョンだけ見たいよとか、そういう方もいらっしゃると思います。なのでそれぞれチャプターに分けています。目次を作っているので、油性タイプだけを見たい人は油性のところに行っていただければいいですし、そして最終のその他だけ見たいよという方はその他だけ見ていただくといった形の見方もできますので、ぜひ活用してください。それから一番最後ですね、最終結果という形でそれぞれのインク別のナンバーワンというものを発表していきたいと思います。もちろんですね、この発表に関しましてもチャプター作っておりますので、結果だけ気になるよという方はそちらご覧いただければと思います。まずエントリーナンバー1、ジェットストリームです。こちらは癖になる滑らかな書き味というところがコンセプトとなっておりまして、筆記速度に関わらずですね、低い筆記抵抗で滑らかに書けるというところが特徴となっております。しっかりとですね、書き味がいいというのが売りですよね。はい、私自身ジェットストリーム大好きなんですけれども、大好きだからといって贔屓することなくですね、しっかりと書き味を比較して見ていって、最終的に生き残るかどうかというのは楽しみにして見ていてください。続きまして、ということで、はい、こちらパワータンクでございます。こちらの特徴はですね、加圧ボールペンとなっておりまして、空気の力で書き尽くすというところが一番のコンセプトとなっております。ここにですね、圧縮空気が入っておりまして、インクが逆流しないという特徴があります。そのため氷点下でも書ける、濡れた紙にも書ける、さらに上向きで書くこともできる、そのようなボールペンとなっております。さらにですね、こちらペン先にスパイクボールというものがついておりまして、この表面にミクロの突起があります。その突起によって紙への引っかかりが良くなるんですね。なのでツルツルした紙にもしっかり書けますよっていうところが大きな特徴となっている油性ボールペンです。続きましてエントリーナンバー3、アクロボールでございます。アクロボール 0.7 ですね。こちらの特徴は書き出しが良く、滑らかに濃く書けるというところが一番の特徴となっております。アクロボールインキというものを採用しておりまして、滑らかで濃い筆跡でありながらもですね、耐水性に優れているという素晴らしいインクでございます。さらにはこちらの持ち手も特徴となっておりまして、タイヤパターンというものを施しています。このパターンが一体どんなものなのかというところなんですが、グリップの形状にカーブを持たせることによって
筆記している時に最適な握りを実現しているといったそのようなボールペンとなっております。はい、そして続きましてエントリーナンバー4、ラクノックでございます。こちらはロングタイプのグリップとなっておりまして、握りやすくて疲れない設計となっているのが特徴です。さらにはですね、こちらのインクにご注目ということで、ガリつきやボテも少ない最適粘度のインクを採用しているそのようなボールペンとなっております。インクボテって書いてるとかなり不愉快というか、書いていてくっそー、せっかく綺麗に書けたのになんだよこれみたいな感じになりがちだと思うんですけれども、それが少ないよっていうところがこのボールペンの特徴だそうです。後ほどの評価レビューが楽しみですね。そして最後ですね、こちらじゃんということで、三菱鉛筆のリサイクルペンでございます。リサイクルペン誰もが見たことあると思います。皆さん見たことありますよね。おそらくないよっていう方はいないと思うんですけれども、こちらがですね、なんと音楽用の CD ケースをペン軸に採用したリサイクルボールペンとなっております。この部分が音楽用の CD のプラスチックの部分なんですね。そして、まあ、懐かしきキャップ式ということで、このキャップがあることによってインクの乾きであったりとかを軽減できますよという、長持ちするそんなボールペンとなっております。こちらも踏まえてしっかりとレビューしていきたいと思いますので、油性タイプに関しては今お話しさせていただいたこちらの 1,2,3,4,5 5種がエントリーとなっております。それぞれ比較をしていきたいと思います。それでは早速ですね、こちらのジェットストリームから書いていきたいと思います。まずはちょっとぐるぐると回る線、ぐるぐる回してみましょうか。ぐるぐる渦巻きを描いていきたいと思います。この渦巻きを描いている段階で今ちょっと一瞬途切れましたね。油性ボールペンはこういうことがあります。赤だけに限らず、ちょっとこう描いているとかすれてしまう瞬間は油性ボールペンにはありがちかなと思います。そして文字を描いていきましょう。今回は書道の基本点画が詰まっていると言われている A という字を描いていきたいなと思います。これを描くことによって点であったりとか羽とか払いとか、おおよそですね、楷書で使うパーツを使うことができるので、書き味を見るのにちょうどいいかなということで書かせていただきます。はい、こんな感じですね。実際は書いていて、書き味としてはやはり滑らかというところが一番の特徴かなと思いました。こんな感じです。発色に関してもですね、しっかり発色して非常にいい書き心地だったと思います。続きましていきましょう。パワータンク、こちらに圧縮された空気が入ってるよと、男性心をくすぐるなかなかの何でしょう、コツメのかっこいいデザインになってます。こちらにもですね、加圧パワーというものが書いている、そんな感じです。はい、ではいきましょう。まずは同じくぐる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 と渦巻きを書いていきたいと思います。渦巻き、これはですね、ボールペン練習してる方もよかったら渦巻き練習してみてください。こういうのも結構練習になるんでね、しっかり回転する練習、こっち回りだったらノーとかアとかオーとか書く時の練習になりますのでやってみてください。逆回りももちろんですね、例えばシーとかモーとか、こういう動きの字に使えますのでぜひやってみてください。では A という字を書いていきましょう。加圧パワー、いかに、はい、こんな感じです。先ほどのジェットストリームよりも紙への引っかかりがちょっと良かったかなと思います。なんとなくこうぬるっとした感じなんですけれども、こういう止まった部分とかでしっかり引っかかってくれるので、右払いはジェットストリームよりもしやすかったなと思います。羽の部分もそうですね、紙への引っかかりが非常に良かったというところで、これは私としてはなかなか評価値高めのボールペンかなと思ってます。続きましてアクロボールに行きます。アクロボール、こちらもですね、デザインかっこいいんですよね。私は結構このデザインが好きで、先ほどお伝えしたこのグリップもですね、かなり握りやすいという特徴があります。では渦巻きからいきましょう。ぐる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 と、お、これはですね、先ほど特徴でお話しした滑らかな書き出し、まさに実現しているかなっていう印象は受けましたね、入った瞬間。ただここの下の回転の時に、ボールペンの転がっている位置の問題なんですけれども、少しですねかすれてしまっているような感じはあります。ただこれ撮影する上で本来の角度よりちょっと斜めにしているので、そういうところが出てしまっているかなと思います。じゃあ A という字を書いていきます。書きましょう。なるほど、なかなか滑りますね、滑らかです。なので
羽が勢いよく行きすぎましたとかいろいろあるんですけれども、かなり滑らかに描けるペンだったなと思います。まさに特徴通りで、今3種描いてるんですけれども、一番こう滑りがよくですね、描き心地が良かったなと思います。あとインクがこうスーッと紙にこう出ていっている感覚、なんとなく分かりますかね。その感覚がこのアクロボールにあったかなと思います。続きましてこちらですね、ラクノック 0.7mm いきましょう。ここもしっかりと長くて持ちやすいというグリップ、あ、これは結構フィットしますね、私好きです。はい、ぐるぐるいきますね、ぐるぐる回していきます。はい、ということでこんな感じで回してみました。インクの書き出しも良くてですね、あとは回している時のかすれもなかったかなと思います。まあ、油性ボールペンかすれがちみたいなお話をさせていただいたんですが、今回こちらに関してはなかったという形です。続きまして A という字を書いていきましょう。そうですね、こちらも適度な引っかかりがありまして、非常に良かったと思います。書き心地としては滑らかで、ジェットストリームとパワータンクの間ぐらい、まあ、間ぐらいってどんなもんやねんという、まあ、主観的なところが入ってしまっているので、どんなもんだろうっていうところがあると思うんですけれども、まあ、ジェットストリームが結構こうツルツル滑る感じで、パワータンクが、まあ、ツルツル滑る部分はあるんですけれども、ちょっと何でしょう、しっかり紙に引っかかってくれる、なのでその間ぐらいですね、滑らかでありつつも引っかかりが軽くある、そんなイメージでございます。そして一番最後は唯一のキャップ式のボールペン、三菱リサイクルペン、こちらを書いていきたいと思います。これ懐かしいですよね。なんかこうちょっと赤ペン欲しい時とかに私はよく昔買ってました。そうそう、こんな感じでかすれるんですよね、かすれるんですよね。お、でもちょっとこれは最初は全部サラなんでちょっとかすれがあったんですけども、まあ、こんな感じでございます。 A と以上書きましょう。入ってきました、まあ、こちらの書き味としては、紙にこうなんて言ったらいいんでしょう、紙にちょっと食い込んでる感じのイメージがあったかなと思います。書いてる時になんて言ったらいいんでしょうね、こうまろやか、まろやかってなんだ、なんかこう先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、ぬめっとした感覚というか、なんかこうシャって感じじゃないんですよ。もうちょっとすいません、なんて言ったらいいのか、下手くそでごめんなさい。もうそんな感じですね、なんかこうぬめっとしてる感じがあります。で、右払いのところもしっかり止まってこう行くんですけど、なんかこう止まりきれてない感覚があったかなと思います。それではゲルインクタイプのエントリーナンバー1いきたいと思います。じゃん、こちら、まずは言わずと知れた名品、サラサクリップでございます。こちらの特徴はサラサラとした滑らかな書き味、耐水性に優れた水性顔料インク、濃くにじまず鮮やかな発色ですよということで、まあ、普段書きですね、まあ、ノート書きとか勉強の時に使ってる方が多いんじゃないかなと思います。まあ、綺麗な字を書く上でもですね、初心者の方が文字の練習をするには非常にいいですよとお伝えさせていただいたボールペンとなっております。まあ、この子はですね、本当に書きやすいというところはもうすでに実証済みなので、他と比較した際にどうなのかというところを今回は見ていきたいと思います。はい、続きまして同じくサラサです。サラサのサラサドライでございます。こちらの特徴はですね、書いてすぐ触れても汚れない便利なジェルボールペンというところですね。まあ、速乾性のあるドライジェルインクを採用しておりまして、乾きがいいというところです。よっしゃ、うまく書けたぞっていう時にピッと指が当たってスッと赤が伸びた時、かなり悲しい思いしますよね。そういった時にこのボールペンが便利ですといったものになってます。まあ、後でですね、書く時にこれ書いた後すぐに指でピッてやってみようかなと思います。どれほどの速乾性があるのかというところもレビューしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。続きましてエントリーナンバー3、エナージェルでございます。こちらの特徴はですね、スッとかけてサッと乾くということで、軽く滑らかな書き味、さらには濃くかけて、しかも速記にも強く乾きも早い、さらにノック式なのでキャップをなくす心配がありませんということで、いいことばっかりですね。エナージェル、デザインもそうなんですけれども、なかなか、まあ、かっこいいかなと思います。ただ、他のボールペンと比べると若干割高な印象ですかね。少し割高かなっていうところはありますが、まあそれだけ機能があるということで、レビューしっかりしていきたいと思います。楽しみにしていてください。続きましてエントリーナンバー4、ジュースでございます。
こちらの一番の売りはですね、鮮やかな発色というところだそうです。まあ、発色気になりますよね。しっかり綺麗な赤が出るのかなっていうところ楽しみにしていてください。顔料インキだから水にも強いということで耐水性もありますよ。そのようなボールペンとなっております。そしてエントリーナンバー5、シオの 0.7 ミリでございます。こちらも先ほどのジュースと同じくですね、鮮やかでにじまないよっていうところが特徴。さらには顔料インクを使用しているので、光による色褪せにも強く、水ににじまないというところも特徴となっております。ということで、水性タイプもこちらの5つを今から比較していきたいと思います。書き味ぜひご覧ください。はい、ではゲルインクタイプ代表格ということで、サラサクリップで書きたいと思います。同じくぐるぐるまずは書きますね。やはり油性と比べるとですね、インクの発色っていうのが明るいかなっていう印象があります。非常に明るいです。ではいきます。はい、ということでこんな感じですね。同じ 0.7 ミリでもやはり油性と比べるとしっかり太さが出ていっている、そんな印象ですね。ゲルインクタイプはトータル的に言えることはですね、インクがしっかりとこう落ちるというか紙に食い込んでいくイメージがありますので、文字をはっきり目立たしたい人、あとはボールペン初心者の方に向いているボールペンだと思います。かなりですね、文字がはっきりします。なので弱々しくなりがちな人、あとはそうですね、筆圧の弱い人とかもゲルインクタイプ使っていただくと非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じの発色でございます。次がですね、サラサドライなので、ドライとサラサクリップの違いを見るために、これだけちょっとここにビビビって同じようにやって、こう指でやってみたいと思います。まあ、サラサクリップがこんな感じでございますが、サラサドライ一体どうなるのか楽しみにしていてください。続きましてサラサドライです。サラサドライはサラサの速乾性あるバージョンみたいな感じですね。もう端的に言うと、やっていきましょう。ではぐるぐる回していきますね。ぐるぐる、書き心地としては本当にサラサと変わりありません。先ほどのサラサクリップと同じような感覚で書けます。そして A に関してもちょっとだけ発色がインク感強くなったかなっていうイメージはありますが、大きくわかりません。ではこれやってみましょう。これはすごい、これはすごい、本当にすごい。何の、何でしょう、待ちもなくやってみたんですけど、伸びが全然違いますね。見てください。ノートを取る時とかにかなり便利かなと思います。今ので一気にぐんと好感度アップですね。それではエナージェルいきます。エナージェルはですね、他のボールペンよりちょっと高いんですよね。そこが難点です。グリップ非常に持ちやすいです。ではいきましょう。はい、こんな感じですね。私ですね、サラサ書きやすいと思ってたんですが、今心が動いております。この回っている時の滑らかさとインクがこう染み出していく感覚、エナージェルやはり少し高いだけあっていいなって思っちゃいました。ちょっとじゃあ文字を書いていきましょう。はい、こんな感じですね。エナージェルいいな、いいな、いいですね。まあ、サラサとサラサドライの比較と一緒で、ゲルインクタイプこれやっていきましょう全部。はい、まあ、こんな感じですね。伸びますね。やはりまあこれは仕方ないことだと思います。基本的にゲルインクタイプってこうなりがちなんですよね。これは仕方ないです。ただもう非常に書きやすかったですし、発色もかなりはっきりしていていいなっていう印象です。では続きましてジュースいきましょう。ジュースの売り、先ほどお伝えしましたが、発色の良さが売りだよっていうところですね。さあどうなんでしょうか。はい、こんな感じでございます。なかなかですね、ゲルインクタイプって全部発色いいなっていう印象です。正直どれって言われると難しいんですけど、はい、こんな感じですね。どうですか、まあ、筆圧の変化ちょっとつけてみました。そして乾くかどうかいきましょう。はい、まあ、こんな感じですね。こちらもですね、書いた感覚は滑らかで、かつ紙への引っかかりがよく、そして何よりもこういう俺のところしっかり作ることができました。これはかなり評価ポイント高いなと思います。
はい、最後シグノですね。シグノもデザインちょっとかっこいいんですよね。男性が好きそうな感じです。このグリップの感じところもね、ゴツゴツしていて持ちやすくなってます。では行きましょう。お、他とはちょっと赤の色が違いますね。結構なんでしょう、ダークレッドみたいな色合いです。それこそ大人の男性とかに好まれるカラーリングじゃないかなと思います。これはなかなか面白い。はい、こんな感じですね。これをピッと、ピッと、ピッと、はい、こんな感じでございます。こちらもですね、鮮やかな発色だと思います。他と比べるとかなり色味が濃くなっている、そんな印象です。まあ、結構ピンクがかってる感じの赤が多い中でですね、こうやって見ていきましょうか。まあ、ピンクがかってる赤が多い中でちょっと色合いが濃かったのかなっていうのがこちらのシグノのイメージです。ちなみに油性こんな感じですね。油性がこんな感じ。はい、ということでエマルジョンインクの赤ペンブレンです。これはですね、私がこのエマルジョンインク一つしか手に入れることができていないので、このブレンをちょっとレビューするような形になると思いますが、書いていきたいと思います。まあ、そもそもブレンっていうのがですね、ブレンシステムというものを採用しておりまして、筆記振動を制御してくれるんですね。なのでなんかこうペン先がこう無意識のうちにこうプル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 って震えてしまって、それが指に伝わってしまう、だからストレスになってしまう、書いていくのしんどいみたいなところをですね、このブレンシステムを搭載することによってそのストレスを軽減してくれる、そのようなボールペンとなっています。なのでとにかくペンの先がブレない、そして何よりも低重心、これよく伝えてます。私よくお話をしてます。低重心だと文字が書きやすいんですね。まあ、そういったところも含めて非常に素晴らしいボールペンであるというところ、まあ、とにかくブレのないボールペン、ブレンというところをですね、実際に書いているところを見ていただければと思います。いきましょう。はい、ブレンいきます。これはごめんなさい、ブレン1個だけの評価になります。ではいきましょう。なるほど、なるほど、はい、ぐるぐる書きました。そして A という字を、書いてみましたが、はい、今ですね10種類のボールペンを使った後にこのブレンを使ってるんですけれども、確かにこの売り文句通りですね、軸がブレない、軸がブレないです。これはかなり使いやすいと思います。特にノートを長時間取る学生さんにとってはこのブレンってかなりおすすめできるんじゃないかなと思います。私としてですね、もし自分が学生だったらこれ使うだろうなっていうイメージあります。ちなみに速乾性もかなりありますね。伸ばした時にビヨンっていうのがあまりない。ちょっとこうやってからこうやって取るでしょう。まあ、ちょっとさすがに伸びますよね。このブレンいいですね。これはいいと思います。はい、まずエントリーナンバー1、ペンテル水性サインペンをご紹介したいと思います。こちらですね、世界中で愛されている水性ペンです。もともとですね、日本でも愛されてるんですけれども、アメリカの大統領ジョンソン大統領がこのサインペンのことを非常に気に入ってくださったということで、もう大量に発注してくださったんですね。それをきっかけに世界でも知れ渡ることになり、今でも世界中で日本で愛されているそのようなペンとなっております。特徴といたしましては、もう本当に水性ペンのベストセラーということで、これを持たずして水性サインペンを語れない、それぐらいの超人気商品となっています。まあ、裏写りしないというところが非常に特徴ですし、あとはにじまないというところも特徴となっております。このあたりはですね、かなりありがたい部分かなと思います。まあ、私の場合はですね、丸付けとか、あとは添削の時に使わせていただいてるんですけれども、かなり便利な商品となってます。書き心地後ほど楽しみにしていてください。続きましてエントリーナンバー2、こちらゼブラのクリックカートです。対抗馬としてこれを選んだ理由なんですけれども、今回赤をご紹介させていただくんですが、実はこちらですね、種類カラーのバリエーションかなり多いです。もう持ってるだけで可愛い、そんな商品ですね。キャップがない、乾かない、色が綺麗というのがセールスポイントとなっています。まあ、イラストを描いたりとかですね、勉強ノートで例えばなんかこう教科ごとに色分けをしたりとか、そういう時に使いやすいものなのかなと思っています。まあ、インクとしてはモイストキープインクというものを採用しているそうで、湿度の変化により水分の吸収
し蒸発を繰り返す新インクとなっているそうです。何よりも蒸発しにくい成分を新配合している、だからこそキャップがないんですけれども、キャップがなくても乾かないと。普通水性ペンってよくよく考えたらキャップないとなんかこう乾きそうですよね、いくら収納されているとはいえ、そういったところがないんだよっていう、そのような特徴のあるペンとなっています。まあ、デザイン性とかが可愛かったので、今回こちらと王道のサインペン2つを比較したいと思います。はい、ということでこちら番外編、こちらのプラチナ万年筆ともう一個フリクションですね、この2つを最後レビューしていきたいと思います。まあ、ここはナンバーワンを決めるというよりも、こんなペンがあるんですよ、こんな風に使えるんですよ、こんな発色なんですよっていうのを最後に見ていただきたいなと思ってご紹介させていただきます。まずこちらのプラチナ万年筆に関しましては、採点用にピカイチということで、こちらキャップ式なんですけれども、この部分ですよね、芯の部分、替えのチップがついてます。まあ、ペン先がですね、こうググググッと削れていた時に、あの先の尖ったものに変えることができます。そしてこちらですね、ここを持ってくるくると開けると、ここからインクを変えれます。カートリッジ式となっておりまして、インクを常に変えれる、そのようなペンとなっています。これもちょっと後で書き心地を見ていってください。学校の先生思い出す、そんなペンかなと思います。そして最後こちらフリクションですね。フリクション、まあ、フリクションはね、私はあんまり普段使わないんですけど、なんかこうもたっとした感じになるので、特に 0.7 なんでね、かなりこう太くなってしまうというか、にじみ感が出てしまうというか、あんまりちょっと個人的には使わないボールペンなんですが、やはりですね、メモしてすぐに消せるというところ売りになってますので、この赤ペンでもですね、そのあたりを実証していきたいなと思っています。はい、まあ、水性サインペンなのでちょっとまた色味が変わってくるんですけど、はい、まあ、こんな感じです。これに関して言うと、私結構こう採点用とかに使います、丸付けとかですねに使うので、普段書きにするとちょっと重たい印象があります。例えば下線を引くとか、重要なところの下線を引くときに使ったりですとか、そういった時の文字を書く以外に使っていただくのがいいんじゃないかなと個人的には思います。そちらの方がですね、かなり使いやすいペンになってると思います。まあ、ただ書き心地としてはやはりサインペンとして非常にいいです、いいです、いいです。非常にいいですね。いいと思います。ペン先が何よりもとんがっているので書きやすいというところがあります。さすが世界に愛されるペンでございますね。はい、続きましてクリックアートです。はい。まあ、これは筆箱にあればおしゃれ、かわいい、そんなペンかなと思います。こちらもですね、カチッと出すとしっかりとんがったペンが出てきます。さあ、くるくるしていきましょう。くるくる。お、先ほどのサインペンよりも軸が細めになっているんですかね。はい、こんな感じでございます。発色も全然違いますね。ピンク系か赤系か、まあ、これは好みが分かれるかなと思うんですけれども、まあ、私丸つけ使うのでこのピンク系結構好きだったりするんですが、普段使うんだったらこっちの濃いめが好きかなっていう印象です。はい、文字を書く上でも割とですね、まあ、サインペンって強弱ちょっとつけれるので、まあ、書きやすかったかなという印象はあります。こんな感じですね、横縦、あとサインペンは先ほどもそうですけど、この音がいいんですよね、このシャッっていう音がみたいな、これが好きだったりします。先生が丸付けしてくれてる時のこうこの音懐かしいですよね。ソフトペンってなんぞやっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、ソフトペンってこれなんですよ。これこそ赤ペンの王道かなっていうイメージがあるんですが、いかがですかね。学校の先生が使ってるイメージないですか。まあ、こういう感じですよね。はい、やっていきましょう。これはですね、今ちょっとピンクがかった発色をしてるんですけれども、会心によって色が確かあったと思います。赤色のやつとこのピンク系のやつとあります。今ちょっとピンク系が入ってるような状態なんですけども、普段丸付けで私は使用させていただいてます。まあ、これもですね、先ほどのペンと同じくして、まあ、ちょっと太いので文字をこれ単体で書くのはちょっと難しいんですけど、丸付けをするとか下線を引くとか
そういう時に使うと便利なペンかなと思います。今回はですね、ナンバーワン決定戦というところで、まあ、水性ボールペンとこれは比較していこうかなと思うんですけれども、丸付けだったらどっちがいいかっていうところを後ほど発表したいと思います。では最後にフリクションします。およ私の想像と違いました。書きやすいかもしれないです。これは非常に。はい、いかがでしょうか。私ですね、フリクションあまり好きじゃない派だったんですけど、赤ペンのフリクションこれは結構いいんではなかろうかと今思い始めております。なぜならというところで、まず適度な紙への引っかかり、それからですね、止まった後の払いとかもしっかりできますし、縦もしっかり降りれますし、これはかなり高評価かなと思います。あとは感覚としてはちょっとヌメっとした感じです。これも何回今回のレビューでヌメっていうワードを使うねんっていう感じですけど、こうヌメっとした感覚なんですけれども、こういう今のシッっていう音が出せるというね、この素晴らしい感覚、これは非常に良かったと思います。はい、ということでこんな感じでですね、ボールペンナンバーは決定戦ということで文字を書いていきました。まあ、それぞれのインクごとの特徴って大きく出たなと思うのが今回の比較の結果です。まあ、油性であればやはりシャープな線が出て、そして何よりもですね、文字を書くという意味ではやはり私はもう油性ペンをまずトータル的に押したいと思います。まあ、初心者の方はですね、ゲルインクタイプを使っていただくと文字がはっきりしますし、いいんですけれども、文章をかっこよく見せたいなとか、大人っぽい字を書きたいなっていう方は、やはりですね、私としてはこの油性ペン、こちらを押していきたいと思います。そしてゲルインクに関しては、今お伝えした通りで初心者の方、もしくはですね、筆圧の弱い方、こういった方はゲルインク使っていただくと、文字が通常以上にうまく見えるという、そんな素晴らしいアイテムだと思いますので、ぜひそこは使っていただきたいなと思います。それから、エルマルジョンのブレン、これに関しては普段勉強ノートとかで文字を書くときに、赤シートで隠す文字を書くときとか、かなりいいと思います。ノート用に使ってみてください。私はおすすめします。まあ皆さんですね、このブレン大好きだって言って使ってる方は多いと思うんですけれども、まあ改めてですね、私自身使ってみて、あ、これいいなと思ったので私からもう一度押したいと思います。余計なお世話だーいと思ってる方すいませんっていうところですが、まあおすすめですよと。そしてペンテル、サインペン、クリックアート、そしてソフトペンということで、ここはですね、丸付け用に使っていきましょうねっていうペンです。それぞれ色の特徴が大きく出たのがこのサインペンと水性ペンというシリーズかなと思ってます。まあ、ここも好みが分かれる部分だと思いますが、まあ、書き心地としてはそれぞれですね、やはりサインペンならではの良さっていうものはありました。最後のソフトペンに関してはちょっとペン先が硬かったかなという印象です。他のサインペンは柔らかめ、こちらはちょっと硬めというような印象でした。そして一番最後フリクションということで、ここは私の偏見が完全に入っていましたが、かなり書きやすかった、今回はそれを知れたいい機会だったと思います。はい、ということで、今回いろいろレビューをしましたが、栄えある第1位はジェットストリームの 0.7 ミリでございます。はい、おめでとうございます。はい、完全に独断と偏見なんですけどね、私としては第1位ジェットストリームを押させていただきます。まあいろいろですね、1から5番それぞれ特徴ありました。パワータンクであれば点角が作りやすい、点角っていうのはこのあれですね、始まりの部分であったりとか、まあ払いとかいろんな基礎的な部分なんですけれども、まあ、それが作りやすかったというところで、まずパワータンク、非常に加圧ボールペンいいなと思いました。そしてアクローボールはやはりですね、油性ボールペンでありながらも若干こうゲルインクよりというか水性インクよりというか、ちょっと滑らかさが非常に群を抜いていた、そんな印象です。もうこちらはもう書き心地非常に良かったです。そしてラクノックに関しても良かった。そして三菱リサイクルペンに関してはちょっと私としては文字を書く、綺麗に書く上ではちょっとあまり難しかったのかなっていうところで、まあ、除外させていただいて、最終的にですね、ジェットストリーム、パワータンク、アクロボール、この3つで悩みました。悩んだ結果、ジェットストリームです。やはりですね、書き心地が滑らかであるっていうところ、滑らかでありながらも、しっかりと文字がはっきり見える。そして発色的にもですね、濃くしっかりと出ていったっていうところがあります。まあ、他がですね、ちょっとピンクがかってるんですけれども、ジェットストリームは非常に濃くですね、発色できたので、私としては好みだったというところです。結局ですね、独断と偏見なので、もう好みで最終ジェットストリームが油性は勝っちゃったよっていう、そんな感じです。
感じのイメージです。続きましてゲルインクタイプの第1位を発表したいと思います。1番のおすすめはチャカ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 チャ汚れなかったんですね。これはもう素晴らしい。文字を書いてる時に当たってピーってなった時のショックってありますよね。私はですね、もうそれがショックでショックでノートを書き直したことも何度かあるぐらいです。学生時代はそんな時がありました。その時にこのボールペンがあればどんだけ便利だったかっていうところを思いましたので、サラサドライを第1位とさせていただきます。ゲルインクサラサドライです。そしてエマルジョンはブレンです。もうブレンしか勝たんということですね。もうブレン大変おすすめです。ぜひ使いましょう。そして水性ペンいきましょう。丸つけベストはどれだというところで、チカ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 、じゃん。はい、ということでこのペンテのサインペンがナンバーワンでございます。おめでとうございます。はい、まあ、その理由なんですけれども、丸付けのしやすさというところはもちろんなんですが、文字を書いてる時に適度に硬く適度に柔らかくというところがあります。クリックアートはちょっと柔らかすぎ、ソフトペンはちょっと硬いというところがありました。なのでこちらを選んでます。まあただこれとですね、これに関してはいい勝負かなと思ってます。ただ最終的なジャッジとして今回価格には触れてなかったんですけれども、ペンテルサイン店がかなりお安くなってます。でもちろんですね、ソフトペンにおいてもですね、改心というものがありますし、ペンこの先のチップも変えれますし、インクも変えれるんですが、その辺のコスパを考えるとですね、こちらの赤ペンの方がいいなっていうところで、この赤ペンを第1位とさせていただきます。はい、ということで今回私が選んだのはこれら4つです。ジェットストリーム、サラサドライ、ブレン、そしてペンテル水性サインペンでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。赤ペン一筋縄ではいかないですね。皆さんですね、思ってた以上に違いがあったんじゃないかなと思います。書き心地もぜひ皆様に試していただきたいので、この動画を見て赤ペンに興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ購入してみて書いてみてください。案外ですね、ハマるかもしれません。ということで私自身もこれからいろんな赤ペン活用して皆様にまたまたいつかですね、お届けできるようにしたいなと思っております。今回のようにボールペン企画などなどいろんなこともやってまいりたいと思いますので、ぜひですね、見逃すことのないようにチャンネル登録だけよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。